どうも、ナオチンです。大の大冒険をやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はヒュンケルの理想的な絆の記憶のセットを紹介していきます。ヒュンケルは魔剣と魔槍があるんですけども、両方とも同じセットで大丈夫です。基本的に攻撃力と防御力を、均等に上げていくといいと思います。まず一つ目が、伏木団長ヒュンケル。攻撃力と会心発生率が上がります。で、続いて、ヒュンケル再臨ですね。攻撃力と会心ダメージが上がるやつです。で、続いては、鎧の魔剣。これは攻撃力と必殺ダメージが上がります。で、次行きましょう。さらば孤独の戦士。これが重要ですね。HP と攻撃力。で、さらに、HP 吸収量が 11% 上がります。この HP 吸収がかなり重要だと思いますよ。で、続いて、獣王通攻撃ですね。攻撃力と防御力が上がりまして、獣王の怒りというスキルがつきます。で、最後一つ、ブラッディスクライドですね。HP と防御力、そして特技のダメージが上がります。で、さらに、ヒュンケルが装備すると、復讐の炎という能力がつきまして、アムドをした時の強さが、これでぐっと上がります。まあ、このセットで間違いないと思います。はい。ということで今日はヒュンケルの理想的な絆の記憶のセットをやりました。魔剣と魔槍あるんですけども、個人的には魔槍の方が好きですね。で、いろんなセット試してみました。必殺ゲージが溜まりやすいやつとか、特技が強いやつとか、あと会心が出やすいやつとかしたんですけども、ヒュンケルは、まあ、攻撃力と防御力を平均的に上げて、タンクとして使っていくっていうのが一番無難かなと思います。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。